船橋村立図書館は、富山県中新川郡船橋村地区内にある公立図書館である。全国でも珍しい駅舎を併設した図書館であり、駅の利用客が図書館を利用していることから、村民一人あたりに換算した貸出冊数が日本一となっている。また、2階には、立山船橋商工会船橋支所がある。本を借りるには利用カードが必要なため、 初めて利用する方はカウンターで身分を証明できるものを提示して登録手続きを行う必要がある。またインターネットで蔵書検索ができる。借りることのできる点数、期間は以下の通り。2009年4月23日、子供の読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受賞した。2008年7月3日に、 日本カモシカが侵入するという騒動があり、全国ニュースになった。この騒動を司書係長が絵本にしたいと考えたが、ハードカバーでの出版は、村の財政状況から断念。しかし、2009年度予算で冊子、カモシカ図書館を200部出版するメドが立ち出来上がった。冊子は、富山県内の図書館や、村内の学校等に配布される予定であった。その後、 2009年度当初予算案の発表後に、全国から約30件の購入希望が寄せられたことから、ハードタイプの絵本を制作することにし105万円の補正予算を計上した。タイトルも、カモシカ図書館に確定し、B ご飯で1000冊発行する。作話は、富山県児童文学協会のウォー優子。絵は、富山新聞文化センター、高岡教室講師の版画家で、 水上悦子である。騒動から1年目の2009年7月3日に絵本、カモシカ図書館が出版された。ありがとうございます。